去る者はこいつだ。こいつが推しです。3本番いきます。2 1よーい。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回ですね、以前の動画で一番くじの大きめの企画をやるというわけで宣言したかと思いますが、今回ですねその動画の前夜的な動画を撮っております。本日はですね6月26日全国のローソン等で発売開始されます鬼滅の刃黎明に刃を持て、こちらが本戦です。で今回はその1個前の鬼殺の志というものを開けていきたいなと思っております。今現在はもう販売しておりませんので、メルカリでめちゃくちゃ格安でクローズドパッケージ開けていきたいなと思っております。商品なんですけども、はい、というわけでですね、こちらメルカリで届いたものとなっております。こちらです。鬼滅の刃鬼殺の志で F 賞の商品となっております。なんとこの4つでですね購入しました。ちなみに1回750円、めちゃくちゃ安くゲットできました。もちろん狙いは推しです。キャラクターがですね全13種類です。今回監督の推しがですね、走り雷之助、品津川玄也、時任無一郎、露里香奈緒、大志というわけで、この4人を狙っていきたいなと思います。前回の動画見た方、監督はですね1回の動画で1回だけ時の呼吸の押し引きという呼吸が使います。今回は最初の一発目やっていきたいなと思います。よし、行こう。時の呼吸押し引き。はい、というわけで4つ出しました。光るものはこいつだ。こいつが推しです。はい、最初は重要ですからね。もしここで外せば押し引きの確率が 50% になります。だから何としても推し取っていきたいと思います。実際にこのラインナップなんですけども、もう全員好きなキャラなんで、もう誰が出ても OK です。いきます。1個目ではいきます。3 2 1。名前、富岡義勇。富岡さんです。ほっと一息というわけでお団子を食べております。はい、ありがとうございます。では次行きましょう。あとはもう普通に開けていきたいなと思います。まあでもね、やっぱどうせやるんだったら推しを取っていきたいなと思います。では2つ目、あとね、まあ被らなければいいですね。3 2 1。玉代さん。お、見て見て見て、なんだっけこの猫の名前、なんだっけ、ね、あ、ちゃちゃ丸。ありがとうございます。外れがないのでもうどんどん行きましょう。そろそろ来てほしいよ。てかこの台風熱い。13分の4なんで結構確率は高いと思うんですけどね。3戦目、いきます。3 2 1。はい、おし、時と無一郎。はい、同じボールつながり。よし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 。正座をしながら湯飲みを持つ、目はうつろ。ありがとうございます。じゃあラスト。まあラストもね、押し来てほしいよね。いくぞ。3 2 1。はい、おし、品津川玄也推しです。同じくお茶を飲んでます。まあめっちゃ怒ってるね。めっ、はい、というわけでですね、今回出てきたのが富岡義勇、玉代さん、時任無一郎、品津川玄也、こちらの4人が出てきました。推し2人結構いい成績だと思います。はい、というわけでですね、1番くじキュンキャララバースラップほっと一息バージョンというわけで、やってきました。本戦がですね6月26日へやってきます。楽しみにしていてください。今回ですね、鬼滅の刃鬼殺の志 F 賞のラバーストラップクローズドパッケージを開けてみたという動画でした。鬼滅の刃また今後もですね動画をどんどん出していきますので、興味がある方はぜひ、面白かったなと思ったらいいね、そしてまだチャンネル登録をしてない方はチャンネル登録をしていただけますと幸いです。はい、というわけでまた次の動画で会いましょう。熱い。ちょっと上げてもらっていいですかね。はい、推し、推し時の呼吸推し引き。まあ、あとはもう時の呼吸サネみたいない。よし、オッケー。